背番号順です。キャプテンの峰村雄大です。4番、4年生の伊沢博樹。14番、3年生センターの矢吹亮。24番ライト、2年生です、高梨健太。西千尋、27番、1年生。そして同じく1年生、31番、川東雄大です。スターティングリベロ2番の山本智弘、4年生です。聞きますのが山本健二監督です。一方の早稲田大学、1番キャプテンのセッター山口翔平、2番の4年生田中健翔、3番加藤久則、4年生、7番の山崎高也、3年生、10番喜入義満、3年生、そして15番の藤中優斗、2年生、そして20番の堀江智弘、1年生リベロがスターティングリベロです。そして率いますのは松井泰治監督です。さあ注目、まず第1セットというところになってきますけれども、先ほど名前を挙げていただいたのが早稲田大学が山口を中心として、まあアタッカー陣、まあ、サイドは喜入であるとかね、藤中選手、早い攻撃も、ね、ありますね。そういった意味では非常に機動力的な、はい、速さも早稲田大学は持ってますよね。そうですね、だから両チームテーマとしてやっぱり守り速さっていうのは大きな今日の、ね、テーマになってくるでしょうね。そうですね、さあまずは日本体育大学のサーブで始まります。背番号31番、1年生セッター川東のサーブで始まります。さあまず第1セットです。ブロックが吸い込んでいます。まあ、しっかりとまず最初のポイント取ってきましたね。はい、もうこれやっぱり5セットマッチですけど、うん、試合のこの入り方ね、とても1セット目大事ですよ。はい、しかしサーブはアウトになりました。7番の山崎、1対1。まあ、日体大も準決勝東海大学に、まあ、最終的に敗れたんですけれども、第1セットの競り負けっていうのをね、うん、非常に精神的な部分も含めてね、悔しがってましたけどもね。そうですね、これはアウトになりました。まあ、そういった部分も含めて、そしてやはり1年生セッター川東ですので、そこがこううまく、アタッカー陣に合わせられるかというところも山本監督が気にしていました。速攻を使っていきます。3番加藤が決めています。4年生の加藤です。193センチあります。2番の田中のサーブです。ネットにかけました。これで早稲田の方は2本、はい、サーブをミスしましたね。もうサーブはただどのチームもね、うん、序盤はやっぱり攻めていきますよ ね。入れていくだけでは取られてしまうって、うん、もうサーブ改革は多分どのチームもしてますね。そうですね、バックアタックを使っていきます。田中が決めています。早稲田の場合はですね、まあ、山口セッターが非常にうまく、ね、コントロールしていくロールを上げてきますけど、はい、サイドを持ってますがいいのやっぱりバックアタックコンビどれだけ使えるかというのがとても大事になってきますね。なるほど、その山口はアジアカップでは銅メダルに輝きまして、そしてセッター賞も取りました。これはうまくワンタッチを取っていきました峰村です。まあ、去年あたりは怪我で苦しんでいた時期もあったんですけれども、やはりキャプテンがコートにいるいないっていうのはね、違いますよね。そうですね、また彼の場合はプレーも声もね、うん、存在でこう引っ張れる選手ですからね。はい、そこに帰って時間差を使っていきました。いいコンビを使っていきました、はい、藤中が最後は決めています。今のようなこう攻撃の多彩さっていうところですね。そうですね、速攻できるからやっぱり時間差ばっかだと効いてきますのでね。うん、加藤のサーブ、ブロックはアウトになりました。
24番の高梨が決めています。この高梨もアジアジュニア選手権のメンバーにも入りましたし、アジアカップ銅メダルのメンバーです。まあ、この2年生の成長というのが非常に日体大の中でも大きいところです。昨日もあの、準決勝で敗れた後に 1,2 年生トリオ3人がやっぱりまず涙をしてたんですね。やっぱりそれだけこう悔しい思いと、やっぱり自分もその中でチームの中で戦ってるんだって、やっぱりそれだけ大きな存在にこの中ではなってるんだなと思いました。そうでしょうね。4番の伊沢が決めています。4年生です。今のブロックにぶつけながらかなりこう内側にと言いましょうかね、コースを変えていきましたね。そうですね、うまかったです。2番の山、田中です。今のもちょっとね、後ろから来るトスですけどもね、しっかりと決めていきました。15番藤中のサーブです。2で落とした。1年生セッターの川東です。鹿児島商業の出身。ちょっとネットに近くて高いかなと思ったんですけど、うまく落としてきましたね。ちょっとトス上げるのは苦しかったですね。その川東のサーブ、ネットに近いところ、山口がネットに近いところに上がってきたボールをよく我慢してあげましたね。山崎選手も、ね、よく入ってきましたよね。彼自身はやっぱり成城高校地元でね、今日後輩も応援来てますし、そういった意味で気合が入ってますよ。そうですね、高校は愛知県の豊明市にあります。あとまだ上がってる、上がってる、続いてましたね。落ちたというコールがなかったというところで、今キャプテンの峰村が質問に行っています。いやもう完全にね、日体大の方が落ちたと思ってね、喜んでましたからね。ホイッスルが ねないとやっぱり続けなくてはね。8対7と早稲田大学が1ポイントリードです。まあ、競った展開でここまでは来ています。これはジャッジはアウトです。ワンタッチはありませんでした。さあこれで9対7、2ポイントのリードになりました早稲田大学。ライン際アウトになっています。なかなかね、今ブレイクありましたけど、早稲田ブレイクできないので、連続でちょっと点数取って 2,3 点とリードしていきたいですね。そうですね、どちらがそういった連続ポイントを上げることができるのか。強いサーブですがしっかり上がりました。最後は田中が決めています。いいですね、1枚で、本当にアタッカー陣が非常に調子いいので、セッターもいい形でトス触れてますよね。その田中がサーブに下がります。峰村のスパイクです。しっかりと打ち据えていきました。サーブがアウトになります。この辺りの展開は2点から1点、この点差で推移している状況。さあ早稲田が連続ポイントを上げて、そして差を開くことができるか。峰村が落としていきました。ややプッシュ気味ではありましたが、いやもう若干ネットに近いかなというトスでしたけどね。レセプション的にはちょっとややギリギリかなっていうところですよね。そうですね、もうちょっと入ってくるとコンビ使えるとね、もうちょっと日体の方は楽なパターン使いますけどね。はい、これも強いサーブですがしっかりと上げました。大きく伸ばした。この選手は本当にこの1年で成長して、やっぱり去年はついてくるだけだった、もう入るのが精一杯だったって言ってたんですけど、本当に今年は自分が引っ張っていかなきゃいけないという自覚が出てきたというね、頼もしい選手になりました。はい、ダイレクトで打っていきました山崎です。さあここで日本体育大学が1回目のタイムアウトを取ります。
3点の差をつけられたところで山本監督はタイムを使ってきました。で山本監督は大体毎度そうですけれどもこうやって円陣で選手たちに話させる後ろ側で見守るという感じ最後に一言返せるんですよね。そうですね、それだけやっぱり選手の中でこうみんなで作っていこうと思いもありますからね。それをして、南野を中心に今自分たちのこうこれからやらなければいけないことというのを一つ確認したそんな感じです。まずやっぱりレセプションきっちり返して、今の日体の方は峰村選手とかこう単発で攻撃が、ね、決まってますけど、まだこうバレーのコンビとか流れっていうのがまだ自分たちの本来のものではないと思うので、その辺をきっちりできてくると流れ変わってきますからね。さあタイムアウトが解けました。加藤のサーブ、バックアタックを使っていきます。タイムアウト明けの最初の攻撃、最終的にはバックアタックを使っていきましたね。この選手もいいですね、伸びやかな、ね、選手で、ね、これは綺麗に返っている。速攻を使うですからやはり、レセプションサーブレシーブの質というのが徐々に点差に出てくるわけですね、この部分ね。今日は早稲田の方が非常にいいですよね、だからもうちょっと立体量のサーブで攻めて崩していいのかなと思います、アンダーを上げるバックアタックを使います。ブロック3枚ついていました。でもつきましたけどやっぱりレセプション乱れてしまったがゆえですよね。もう完全に絞りやすくなりますよね、最後は真ん中7番の3年生山崎隆也が止めています。15対11、移動してライトからこれも拾っている藤永、つないだ、あっと一旦ラインジャッジがマーカー外を示したんですがそれはないと、レフェリー主審が、制しました。すごいラリーになってきた。最後は4番伊沢が決めています。みんなでよくつなぎましたね、もう粘り素晴らしかったですね、両チームね、いいですよ、早稲田の方もリベロ堀選手すごいいいですよね、日体の場合のレシーブというのはもう粘りこれ信条ですからね。そうですね、こういうのが出てくると、リズムっていうのは持ってきやすいですよね、さあ今の1本でそういうリズムがあっと繋がりませんでした。かなり積極的に山崎選手使っていってますね、いいと思いますよ、16対12です。4ポイントの差があります。時間差を使っていきましたコンビネーション、西がおとりに飛んでいました。そして伊沢が決めています。ピークの間完全に来ましたね、完全にブロックのタイミングを外しました。こういった攻撃もっと見たいですね。そうですね、キーレのスパイクは止められています。24番は高梨です。ちょっとトスが自分よりも後ろ側ちょっとかぶり気味に上がってきてしまいました。つけていきました田中です。17対14、なかなか日体大の方がこう詰め寄るというシーンが出てきません。これはちょっとコンビがずれたかなというかタイミングずれたかなというところを持っていきました。よく拾っている。ライトに上げた。ブロック2枚。ラインジャッジはアウトを指していますが、ワンタッチを取りましたね。さあ徐々にブロックですとかね、タイミングちょっと似たのあってきましたからね。ここ一気にいきたいですね。追いつきたい。伊沢のサーブ。綺麗に返っている。日体大の強いサーブをしっかりと上げますね、本当に
なんだろう、ブレイク欲しい時のサーブっていうのがやややっぱり弱いのかな、それか、まあ、早稲田の本当にいいのかね。田中を使っていきました。ここで日本体育大学2回目のタイムアウトを取ります。19対15と4ポイントの差があります。ここをこう何かね、ずるずるっとこう第1セット取られると日体大は、嫌な流れになりますもんね。そうですね、取れそうで取れない流れが来ないっていうね、まだだからただ点差ちょっと離れてきましたけれども、圧倒的な流れではないので、頑張りどころですよね。そうですね、一方の早稲田のこう状態というのはやはりきっちりと1本目が上がっているというところにありますかね。本来やっぱり日体がやりたいレセプションなりディグの正確な、まあ、セッターに持ってくる率というのが非常にやっぱり今日の早稲田いいですよね。そうですね、2度目のタイムアウトを取りました山本監督。そしてさらに27番の西に変えて7番4年生の原をここでコートに入れてきます。4年生を入れてきました。またこの4年生が何かを変える、そんな原動力になるかどうか、そうですね、あとやっぱりブロックでワンタッチなりリフにつながるのが欲しいですよね。あ、そうですね、バックアタック4番の伊沢が決めています。ここの持っているスパイク力、決定力、決定率っていうのは非常にポテンシャル的にも高いですからね。4年生の伊沢が決めました。ネット上の押し合い、まあ、チャンスボールちょっと近いか、2はできない、いやでもよくつないだ。丁寧に上げるバックアタック、ブロックアウト、田中が決めています。細かいプレーを見てるとつなぎですとか、こういうトスとかね、本当にこの両チームというのは細かい練習をね、してきてるんですよね。そうでしょうね、みんなバレーが本当にうまいですよ。さあ20点に早稲田が乗せてきました。10番キーレのサーブ、ようやく何か振り切っていきたいというようなヤヌキのガッツポーズが出ました、彼はある意味プレーのなんかムードメーカー的な、ね、そういうリズムを持っている選手ですから ね、 そうですね、ちょっと本数増やして決めていくとまたいいですよね、流れもね、ここで出ました、サービスエース、2年生の高梨が決めています。さあ欲しいところで1本来ましたよ、ですのですぐさま早稲田大学の松井監督が今度はタイムアウトを取ります。いや何かこう流れを変えられそうなところだったんで、松井監督もすぐさまタイムアウト取りましたね。そうですね、相手からするとうっていうタイミングでした ね、 ねこのまま乗せてくれよっていう、そんな感じかもしれませんけれども、一番、欲しかったやっぱサーブポイントとか、まあ、クイック引退できてきましたからね、まあ、そういったところを生かして、ここは今2ポイント差まで来ましたので日体の方は詰めていきたいところです。まあ、従いまして先ほど高梨がサービスエースをマークしていますけれども、このタイムアウト明けのサーブをどう打つか、そうです ね、その高梨がサーブに下がっています。ある程度攻めないとやっぱりこのまた1点というのは大きいですからね、高梨のサーブ、これを丁寧にリベロの堀江が取りました、15番の藤中です。やっぱり入れていくことによってのこのリスクといいますかね、まあ、勝負なんですけれどもね、石原さん、日体大の峰村キャプテンなんですけれども、先ほどタイムアウト中にブロック流れないようにまっすぐ飛ぶようにそれだけ意識しようと話していました、なるほど、このブロックの飛び方も大切になります。16番の小林をここで入れてきました。さらに28番をつけます道井純平、196センチのセッターを入れてきました。同じく1年生のセッターですが、ここは高さをこうブロックも含めてというところもありますかね、
フィンサーバー小林のサーブを崩している。レフトに回しますがこれはアウトになりました。そしてすぐさま加藤を戻します。21対19。キャプテンの峰村のサーブです。バックアタックを使っていきます。キーデが決めました。いやでも本当こう見れば見るほど20番リベロの堀江のレシーブが丁寧なだけに、はい、もう本当に瀬田山口選手が今日は非常に楽に ね、いいところにちゃんと来るっていうところですよね、はい、ブロックは吸い込み。14番の柳が決めています。もう第1セットも20点を超える攻防になってきました。ブロックかけているんですが、うまいです ね、田中が決めています。ネット上2番のトスはライトへ。2番の田中が決めています。これもね非常に自分の思ったタイミングで飛んだところとのボールの、はい、なんだろう掴むところ違ったんですけど、うまいですね。さあこれでセットポイントを握りました早稲田大学。セットポイント1つ目で決めました。最後はキーラが決めています。まあ、序盤日体大の方は7番の原を、このセットは、ね、スタートで使ってきました ね、先ほどの終わりの形ですね、はい、セッターの方は川東に戻しています、まず最初のポイント早稲田2番の田中が決めています。今日の決定率も高いです ね、非常にいいと思います。なかなか表情にこの選手は出ないので、相手からするとなんだって感じがするかもしれないんですけどね、淡々としてますね。淡々としてますけど目力と言いましょうか、目にこう闘志が出てくるような感じがありますよね、はい、2連続ポイント2対0、早稲田大学が2ポイントリードしています。2段のトス、キーレ、よく拾った。さあこれは欲しい。ブロック。7番の山崎でしょうか。いや外側かな、田中かな。はい、でも綺麗に揃ってましたよね。これもやっぱりワンタッチからの流れなんですよね。いいですね、早稲田。これも少し。レセプションが乱れています。打ち切ったのは24番の高梨です。まだ2年生。石原さん、はい、日体大の山本監督なんですが、セット間の指示としてレシーブがやはり上がっていない、そしてディグが上がった時にもう少しトスを高めにしようというふうに話していました。なるほど。また峰村キャプテンがですね、ブロックとレシーブの関係を大切にということで、はい、指示をみんなで共有していました。なるほど。やはりレシーブのこう乱れというのは山本監督は相当気になってますよね。もうチームの生命線ですからね。もともと山本監督は JT にも所属してました、はい、もう日本代表する、レシーバーリベロでしたからね、はい、そのこだわりがやっぱりそこから攻撃のリズム、パターンって全部作ってきますので、今日まだそこがね噛み合ってないところでしょう。そうですね、まあ、日体大の指揮官としては、森田監督の後を受けてもう7年というところですけれども、ほとんどの年でこの大会のベスト4、こういったところには勝ち上がってくるチームは作っている山本監督です。あっとちょっとタイミング合いませんでした。
ょっと珍しい感じがしますね。サインミスでしょうね。うん、さあここだから日体としてはね、そうです、このチャンス欲しいですね。今度ちょっと乱れているんですが、あっとブロックがつききれません。でも今も乱れてはいたけれども、うん、あえて使っていく、はい、コンビをミスしたところを使っていく、この山口選手の強気というかね、はい、不安材料を次に残さない、いいですね、強気なトス。アウトです。さあこれで2ポイント差まで来ています。この状況からスッとこう並んでいきたいんですが、うん、はい、ブレーク欲しいですね。乱れたトスでレシーブですが、バックアタックを使っていきました。で今ブロックかかったんですけど、フォローに走れる選手が今日体にいなかったんですね。なのであとまあブロックのつき方とか形とかっていうのもやっぱり弾かれるパターン多いんですよね、なのでそこに対してのやっぱりブロックもう一回確認、リグとの場所の確認もしたいですね。はい、峰村もブロックされた、止められた、ついてました ね、 ね、15番の藤中が止めています。さあそしてここで日本体育大学はその峰村に変えて18番2年生の津田を入れてきました。ちょっとこれはキャプテンで止められてスッと一旦ベンチに戻しましたね。まあ峰村選手としてもやっぱり監督としてもこれはちょっと苦しいチェンジですよね、はい、そうですね。まあ、入ったばかりの津田です、はい、この選手はあの逆に言うと峰村選手とはまたタイプ違って速い攻撃しますので、はい、相手のブロックとかねそういった意味のタイミングをずらす、はい、あの早稲田で言うと、まあ、キーリ選手とか藤中選手みたいな、ね、タイプですよね。なるほど、速攻。3番の加藤が決めています。まあ、この加藤が193センチ、同じくまあ先発戦、ここでサービスエースにはなりますが、日韓とするとミスですからね、今の完全のね、今はまあ雑悩んだところでしょうね。一番やっぱりしてほしくない場所でしたね。そうですね、日体大山本監督がタイムアウトを取りました。こう流れが取れない。そうです ね、 ね、日本体育大学5ポイントの差をつけられました。まあ、昨日のね東海との第1セットっていうのは36対34までもつれるという、まあ、落としましたけれども、それだけ粘りのあるバレーボールができるはずの日体なんですけどもね。そうですね、だから本当に何かのそのきっかけっていうのがね、まず一つ大事なので、はい、自分たちで、ね、あの今攻撃のリズムをちょっと失いつつあるので、きっちりいい形で決めていきたいですよね。早稲田のサーブなどがそれをなかなかさせません。4番の伊沢が決めています。今のは非常に空中姿勢が綺麗だったなという感じがありました。10と4ポイント追いかけている日体大、センターから7番の山崎が決めています。石原さん、はい、早稲田大学の先ほどのタイムアウト中なんですけれども、まずですね3番の、加藤選手、はい、センターの選手がやはりあの日体大のキャッチが良くないと言ってましたね、そして10番の喜入選手もブロックブロックと声をかけていました。なるほど、まあ、そのあたりがつけ込みどころというレシーブのね、ミドルいいですね。いいですね、はい、出てる治療ミドル非常に高いと思います。はい、まあ、あの加藤と山崎というミドル193センチ同士ですけれども、あの本当にあのこの2人ぐらいなんですよね、大きいなっていうのはね、実は早稲田の中っていうのは ね、 そうなんですね。でもそこをうまく活かして、そして、はい、あの全体的な組織力も非常に高い早稲田です。ライトに飛ばした、これは返すだけになります。